南口ケミガワ浜駅は、千葉県千葉市三浜区正子四4丁目にある、東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅番号は、114? もともとはこの一帯が埋め立て地で、地名がなく、近くに、海浜ニュータウンがあることから、開業前の駅名には、ケミガワニュータウン駅という仮称がついていた。ケミガワ浜の駅名は、総武線新ケミガワ駅及び京成千葉線。 ケミ川駅を拝借する形で付けられた。ちなみに、両線の駅とは2キロメートル以上離れている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎は高架下にある。改札内コンコースマイナスホーム間には、エスカレーターとエレベーターがある。トイレもある。2007年3月28日、上下ホームに、冷暖房完備の待合室が2カ所設置された。 待合室の設置は、千葉支社管内では初めてである。室内はガラス張りで、縦2.5メートル、横6メートル、面積15平方メートル。内部には4人掛けのベンチとパイプ式のベンチが、それぞれ2台ずつ置かれている。千葉ステーションビルが、駅業務を受託する新浦安駅管理の、業務委託駅。自動券売機、自動改札機、自動生産機設置駅。 緑の窓口は2013年2月18日をもって営業を終了した。2017年2月1日より始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働する。2020年度の1日平均乗車人員は12,187人である。 開業以後の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。イオンスタイル、ケミガワ浜ケミガワの浜バス乗り場は北口にあり、京成 A バス、千葉海浜交通によって運行されている。なお、5番乗り場は、駅ロータリーではなく高速バス乗り場と同じ位置にある。高速バスは、駅北側の触れ合い橋下にある高速バス乗り場を、発着する。駐車区市天候資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。